ビートルズを替え歌してですね、ビートルズの歌を替え歌にして、作ってみました。あの三振の彼はチューニングが必要なんで曲ごとにやるんですけど、最近ですね30周年で一応ついてるのか、ライブの途中で必ず最近弦を切るんですね。だからこれからは彼のことを三振と呼ばず二振と呼ばれる。二振奏者山村武史。今日まだ3番まだ来てないの、そろそろ切りなさいよ。三振で普通のロックのサウンドとかやると結構無理があるみたいなんですね。では参りましょう。オブラディオブラダ、人生は続くよ。シワの増え